ようございます。釣り子 TV です。ちょっとこの時期に自分的には欠かせないある釣り具ね、ブラックバスを釣るために絶対必要なんですけども、これがね、新しく登場したんじゃないかなっていうことでネットで探して早速買ってみました。それではね、何を買ったのか早速開けていきたいと思います。こんな感じのね、袋に入ってるんですけども、今回ね、ナチュラムね、ナチュラムで、あ、買いやすいなと思ってね、買ってみたんですけども、よいしょしょしょ、ね、はい。じゃあね、出していきたいと思いまーす。お、入ってる。じゃーん。おー、これは、いっぱい入ってるんじゃないんですか？あー、こういうパッケージなんだ。へー、いいですね。これね、まあちょっと大人買いですよね。ほらー、じゃーん。もう、これは嬉しいな。はい、ガバカツからね、これ新しく登場なんじゃないかな、ホリゾンヘッドね、ホリゾンヘッドでいいのかな、名前が。まあジグヘッドですよね。ジグヘッドが新しく登場っていう感じで、こういう感じで大人買いね。ミドストに使ったりっていうのもあるんですけども、まあ自分の場合はね、結構アラバマリグをジグヘッドでやる場合にですね、この手のね、感じのジグヘッドが非常に必要で、で、まあ使うもんだからと思ってね、いっぱい買ってみました。っていうのも、はい、ちょっと以前はね、これを使ってたんですよね。ストロングキーパーってやつかな。ラウンド26って書いてありますけども、このね、ジグヘッドがね、強度的にも、あとシャンクの長さ的にも大のお気に入りで、で、0.9g とかからあって、ずっとね、使っていたんですけども、これがね、多分ね、廃盤になってしまったのかな。カタログでね、ある時から見かけなくなって、で、店頭からもなくなっていき、こりゃ困ったぞ、ね。で、残っている釣り具屋さんではね、見かけたら買うようにしていたんですけども、ついにね、もう在庫もこの最後一袋ぐらいになってきて、困ったなと思った時にこれですよ。ね。ちょっとキーパー部分はですね、違った感じですけども、だいたいその針の線形であるとか、自分が使いたいなっていう要素はね、バッチリ合っているので、なんといってもですね、この軽めの 0.9g とか 0.5g で30番があるんですね。うん。ここの長さね。30番。ちょっと大きめのワームをつけたいよなんていう時もね、30番あれば安心っていうことでね、それで買ってみたんですけども、今回は 0.9g で30のヘッドのものと、これ。0.5g で、やはり30番っていうね、この二つをね、いっぱい買ってみました。じゃあね、早速どんな感じかね、開けてみていきたいと思いますけども、ホリゾンタルポジション、水平姿勢を容易に生み出すウェイトバランス、ワームをがっちりキープするダブルコーンキーパー採用、驚異の貫通力に、防沈効果をプラスしたナノアルファっていうことです。そういった新しい機構が満載の、こういった感じですけども、ここでこうくっついてるんですね。はい。はい、出てきました。どうか見やすいかな。こんな感じですね。あー、いいですね。30番のこの長さがあって、ヘッド部分は非常にコンパクト。ね。これで、大きめのワームのミドストに使ったりとか、はたまたね、さっきから言ってるそのアラバマの周りの針に使ったりとか、これどうですか？結構使いやすそうじゃないですかね。なんかまあ、
ありそうでないんですよね。一時アラバマリグがね、少し流行った頃にいろんなメーカーからこの手のね、ジグヘッドっていっぱい出たんですけども、なんというかまあアラバマリグのブームの終焉とともにね、その手のジグヘッドも徐々に釣り具屋から姿を消していきね、結構お気に入りで使ってたこの手の、形なので、困ったなって思っていたタイミングで、まさにな感じね。もうほんとね、このナイスなキーパーがついてる。これがね、残り、まあ探せばまあ数袋ね、部屋の中にはあると思うんですけども、袋から出してないのだともうね、こんな感じでしか残っていなかったので、いやーちょっとね、いいなと思ってね、大量に買ってみました。まあ使いどころ、出しどころはですね、まあ4インチ前後とか、そういったワームを、しっかりと、ホールドして、でなんだろう、シャンクが長いことによってフックポイントを少し後ろ側に設定できるね、そんなリグで使いたいっていう時に、ホリゾンヘッドいいんじゃないかなっていうことで、まあこんな感じのね、綺麗なパッケージに入っているので、まあ貫通性能もね非常に高そうですね。この針先はもうガマカツですからね、もう間違いない感じなんじゃないかなというところと、まあだからまあこれからね、だいたい自分の場合は1、2、3月でね、アラバマリグとかね投げたりすることがあるので、そんな時にこのホリゾンヘッド、試してみようかなっていうことで、でまあなんだろうな、その以前廃盤になっちゃったというか、この手のねやつがなくなったっていう苦い思い出から、こんなに大量にね、1、2、3、4、5、6、7もなんかね、もうとにかくいっぱい買ったんですよ。こんな感じでね、山盛り買ってみたんで、使い心地なんかもね、実況動画の方でお伝えしていければなぁなんていうふうに思いますけども、まあもう間違いのないガマカツね、それでヘッドが軽い、シャンクが長いねこういうやつ新しく登場したんで、あーそうそうそういうの探してたよなんていう人は、ホリゾンヘッドなんていう感じで検索するとね、今回自分ね、ネットショップのナチュラムで買ってみましたけども、釣り具屋さん店頭なんかにもね、バシバシっとね、並び出すんじゃないかなって、最近ちょっと釣り具屋さん行ってないんで覗けてないんですけども、そんな感じかと思いますので、ぜひね、気になってる人は、探してみてはいかがでしょうかって、こっちできそう。はい。はい。というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、ガマカツから落ちた、新しく出たですね、このホリゾンヘッドなるジグヘッド、これをね、大量に大人買いしてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。